え、全然おらんやん、わし。あ、おった。見て、おった、クマ。よしよし、今日はいい天気だね。のび太すごすぎん。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ、ってことで、みんなが今、そっか、ワープしていけばいいのか。ワープというか、どこでもドアで。まあ、すぐ横やけどね。はい、原っぱ広場で、今日は、夏の収穫祭ということなので、どうしよう、何提出しよっかな、私。とりあえずさ、トマト、トウモロコシ、ひまわりなんやけど、トマトかな。今日は夏の作物コンテストの日だ。出品するなら作物を渡してくれ。はい。みんな、よく集まってくれたな。今から夏の作物コンテストを始める。お、パプリカとカボチャ。秋じゃないの？違うの？夏なの？それなんかパプリカ、ね、すれ違い際に交換しようって言われたことあるけどさ。まず、審査員を紹介する。料理屋、もぐもぐの店長、レスター。食べていいのかな？ダメかな？でもバレなければいいかな？バレるやろ。どんだけ観客おると思ったん？しかも生で食べれるのって、トマトぐらいしかなくない？そして、鶏屋の店長、ヘレン。素敵な作物たちを審査しちゃうわよ。たくさん愛情を込められた作物だとポイントが高いわよ。さて、次に参加者の紹介だ。隣町のネイバーさん。のび太。隣町のオーリンさん。てかあれよね、かぼちゃと同じ大きさのトマトってすごくない？参加者の紹介も終わったところで、これより審査に入るぞ。さあ、エスターにヘレン、頼んだぞ。もしかしたらトマトと同じサイズのかぼちゃっていうちっちゃいバージョンかもしれんけど、逆に。それでは審査が終わったようなので、結果発表に移るぞ。まずは第3位だ。第3位は、のび太。でしょうね。みんな盛り上がっとるけど。いい匂いで美味しそうだけど、きっともっと美味しくなるよ。来年は頑張ってほしい。頑張ります。次は第2位だ。第2位は、隣町のネイバーさん。しかしあれのように不思議なことに、隣町の人たちは全然観客におらんっていう。いいと思うわ。でももう少しいい作物が作れると思うの。ね、頑張って。惜しかったな。来年は1位を目指してくれ。最後に、栄えある第1位の発表だ。第1位は、隣町のウォーリンさん。こんな美味しそうな作物を作るなんてすごいね。いいな、いいな、食べたい。これね、1位のやつとか、1位の作物使って、料理とかしてくれたらいいのにね、レスターさん。最後に、優勝者には記念のトロフィーを授けよう。改めて優勝者に大きな拍手を。くそー。でもさ、これ、あ、でもそっか、方向的に、なんかちょっとこう、映り方がおかしいだけか。なんか2位が一番目立たん位置によることない。この方向から見たら。以上で夏の作物コンテストはおしまいだ。今年もいい夏の作物コンテストだった。今年悪い結果だったしても、来年頑張ってくれたまえ。それではまた来年。また来年か。とりあえず、ああ初めて夏の作物コンテストに出場した。ってことで。お、今熊のマークあった。見た？え、ちょ。ほら熊が出現している。あ、ってことはやっぱり、多分街中とかにも猫のマークとか出てきだすよ、そのうち。どこ熊？てか襲われないの大丈夫なの？いい天気だね。熊はどこですか？めっちゃ気になるんやけど。ってことは熊の有効度とかも上げていけるってことや。どこにいるの熊？いなくね？え、全然いなくね？熊に餌付けをしてもいいものなのだろうか。熊おらんねえけど、どこにおるん？え？全然おらんやん。え、全然おらんやん、わし。あ、おったー！見て、おった、熊！よ
しよし、今日はいい天気だね。のび太すごすぎん？え、あの時普通になんかね、おじけづいた感じやったのに。トマトとか喜んでくれる？興味深そうに受け取ってくれたぞ。よかった。トマト食ったよ。クマと戯れるのび太。え、すげえやん、普通に。さあ、ってことでそろそろちょっと。あれ？私のコッコは？あれ？もしかして今日はコッコ出してないとかそういう。ごめんよ。今日はコッコの、あ、そっか、朝からヤーメイさんが来たりとかいろいろしとったけん。よいしょ。そういえばなんか両方に入れといたら、両方にというか、この辺とか全部に入れといたら、なんか時間の節約になりますよっていうコメントがあったので、確かにね。一気に全部食べるわけじゃないもんね。そうしておこう。さあ、それじゃあワンコ。あ、ってことはワンコ、あ、おやつあげた。おやつあげたわ。ワンコを家の中に入れて、今日は寝ますか。あれ、戯れられない。よしよし。よし。じゃあ、おやすみ。あれ、おやすみ。おやすみ。はい、夏の月29日。何日まであるんやっけ？ 30 までかな？あ、30までやね。あとちょっとで秋だわ。あ、しずかちゃん。こんにちは、のび太さん。しずかちゃん？どうしたの？のび太さん、町のお店全部でお買い物をしたんですって？あ、そうそうそう。そうなんだ。そののび太さんにプレゼントがあるの。しずかちゃんからプレゼント？あ、ちゃんと訪ねてきてくれるんやね、のび太くんじゃないわ。ドラえもんと同じく。私をイメージしたかかしよ。しずかちゃんを？パスチーさんと一緒に作ったの。よかったらのび太さんの牧場に置いてくれないかしら。私が持ってるから欲しい時に声をかけて。どうしてみんなその場で物をくれないのか。それじゃあこれからもお買い物を続けてね。もちろん。くれよ。くれよ。あ、次の日の朝になったら自動的に犬は外に出ているの？そういう感じなのね。あ、抱えてしまった。よしよし。よしよし。さあ、水やりをしますか。もうなんか全然この、浄瑠の中の水が減らないっていうのはいいね。よいしょー。なんかどれぐらい出荷して、どれぐらい料理用に置いておこうかなっていうのが。あ、なくなった。まああれか。もう秋になるし。この後育つことは、育つというか、収穫できることはないやろうけん。これで、一旦おしまいですね。5個ぐらいは置いておこうかな。個数を選んで出荷。とりあえず、違う、5個置いとくってことは4だね。あ、全部入れてしまった。ちょっと待って。開いて、あー、これ取り除けるやつでよかった。ふう、危ねえ。これで個数を選んで出荷。違う。個数を選んで出荷。どれぐらい入れればいいんだ？違う。あ、増えた。16？ 違う、18か。はい、オッケー。さてことで次はちょっとコッコ。一箇所だけなくなっている。いい感じやね。そして、はい、今日はちゃんと外に出しておくからね。そして、卵。ふぅ。それじゃあ、しずかちゃんに会いに行こうか。
あ、待って、おやつあげてないんじゃない？昨日ココアに間違えて与えてしまった。はい、オッケー。じゃあこれで、あとはしずかちゃんに会いに行きましょうか。まだ家かな、しずかちゃん。よいしょ。あ、いたいた。これ、前に言っていたものよ。あげるわね。あ、かわいい！静かのかかしをもらった。やったー。ありがとう。めっちゃ寝てるわ。さあ、これで、とりあえず、今、畑自体はね、ないんだけども、設置しておこうか。どの辺に設置しようか。並べておく。とりあえずこっち側に、え、めっちゃ可愛いんですけど。超可愛いやん。ちょ、待って、位置合ってる？合ってるか。は？え、めっちゃ可愛い！ちょっと小さいけど。え、超可愛い！めっちゃ可愛い！え、よくね、これ。超可愛いよ。静香ちゃん。ことは、あと、ジャイアンとスネ夫の分もあるってことよね。頑張って集めよう。頑張って集めていこう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、スタンプを全部埋めたい、私は。とりあえず、まあでも1年間経たんかったらイベント系のスタンプがもらえんけん、そこは頑張っていくのと、あと牧場を充実させんといかんのか、牧場と家を充実させていかんといかんのかな、スタンプ。頑張ろう。